3つ目こちらです。じゃん、すべての班にプロスキーヤーを、はい、ということなんです。どういうことですか？はい、僕そのスキーの活動の中で、スキー指導を、今年で21年目になるんですね。すごいね。いくつなの？若く見える。僕38で、18からやってるんですよ。で今年21年目になるんですけども、はい、その同じスキー場で、うん、同じスキー学校で21年間ゲレンデに立ってレッスンしていくと、お客さんの人数が減っていくのが、ゲレンデの人数も減るし、スキー学校に習いに来てる人たちの人数も減っていくのも目の当たりにしたんですね。でジュニアのお稽古としてのスキー学習とかはすごい多いんです。バンケスキー場って、はい、検定受ける子日本で一番多いんですよ。バンケスキー場うちの子もそこで取りましたね。そうですバッチテストね、やりました、やりました。もう検定付きのレッスンのプロフェッショナルが集まってるバンケスキー場へようこそ、はい、でそれ置いといて、うん、大人のレッスンを受けに来る方たちの人数が、うん、はい、僕ピークで土曜日に夜パッと見た時に200人いたんですよ、うん、200人がお客さんが集まって毎週ですよ、スキーレッスンするんですよ、うん、でそれが気づいたらあれ50人みたいな、30人みたいな、だんだんもう10分の1じゃないかみたいになっていくのを見ていって、減っていってる時に何とかしなきゃいけない、何とかしないと、うん、でそのスキー業界がどんどん、うん、スキー学習をする、人たちが減ってきてるというのを後から分かってきて、で中学校のスキー学習の実施率が当時 30% ぐらいになってて、はい、でいやこれはなんか自分たちにできることを通してスキーを活性化したいなって言った時に、スノースポーツミーティング、まあ、その当時一番最初スキーヤーズミーティングっていう組織を、はいはい、仲間が協力してくれることで、作ることができまして、で、小玉武史さんっていう、はい、プロスキーヤーの方に最初相談したら、うん、森脇それすぐやろうってことになって、うん、はい、で、いつも夢を語ってた仲間の井山圭介君っていう小玉武史さんが2人でこう、はい、同じようなことを話してたそうなんですよ。でもうすぐその3人でまずミーティングをして、はい、どうやったら人が来てくれるかみたいな話になって、うん、その年のうちに、うん、1回行政の人、スキー学校の人、パトロールの人、整形外科の先生、スキー場の人、スノーボードの人、一般スキーヤーの人、主婦、学校の先生みたいにいろんな人が集まって、はい、みんなでブレインストーミングって言って、はい、こうポジティブに話し合っていきましょうみたいなイベントをすることができて、はい、でその第1回スキーヤーズミーティングがきっかけで、はい、また俺も同じこと思ってたみたいに協力者が増えてきて、みんなね、そうなんです、協力してくれるようになるんですよ、ね、うん、でそのきっかけでスキー学習を活性化しようって言った時に、はい、一つ意見が出たのが、スキー学習を増やしても、うん、そのスキー学習がつまらないスキー学習になってしまったら、うん、逆効果なんじゃないのっていう意見が出たんです、うん、そのミーティング。いや、そういう子いっぱいいましたよ。私の子供の頃なんか本当いっぱいいた。スキー大嫌いになっちゃうの、うん、スキー場行って女の子なんかいっぱい。先生一人で40人とかザラですから、札幌だと、うん、で40人の生徒を技術レベルもバラバラで先生一人で見るってやっぱりすごい大変なんですよ。先生も大変ね。でなんかいい方法で自分たちにできることはないかって言って、うん、で、その中で2つイベントを考えて、はい、その中の1つがこれなんです。じゃん、全ての班にプロスキーヤーをっていう、スーパースキー、なんでこんなことできちゃうの。そう、これがすごいんですよ。スーパースキー学習っていう名前で、はい、学校の先生の協力も得て、で北海道に住んでるプロスキーヤーの人たちって子供たちともっと交流したいってみんな思ってたんです。ただどうやっていいかは分かんなかったし、はい、そういう形もなかった、はい、で協力してくれませんかって頼んだら、そのさっき話した2人のプロスキーヤーの仲間たちが仲間が仲間を呼んでくれて、で15人ぐらい集まって、そんなにいるんですか、プロスキーヤー。プロスキーヤーいっぱいいるんですよ。で札幌って地元に住んでて地元のスキー場に行ってるプロの活動してる人たちってなんかたくさんいて、でオリンピック行ってる人とかも含めて、はい、月田優吾さんとか、まあ、話し出すともう本当に有名な方たちがいっぱい来てくださって、はい、でそのプロスキーヤーの人たちが全ての班の担当の先生になったんです。全ての班にね、プロスキーヤーの先生がねついてくれたんですって。そうなんです。
で、これ、いや、もう本当、本当こんな夢のようなことができるなんて思ってなくて、はい、で、これで、一番滑れない班、今までは、キッズパークとかでスキー履かなかったような班の子たちもスキーを履いてもらうことになって、はい、で、じゃあお願いしますって言って、うんうん、そのプロのスキーヤーの人に頼んで、うん、レッスンしてもらって、うん、で昼帰ってきた時に、はい、その班の子たちがニコニコしてて目キラキラしながらもう一生懸命スキーを進んでて、でこれはもううまくいったと思って、で後から聞いた話だと、はい、そこのこうもうスキーが嫌いって言ってた班、嫌い班の子ですよ、スキーが嫌い班の子が家に帰って、で、うん、親に来週スキー連れてってくれ、うん、泣けるね、泣けますね、もう本当に感無量とはこの、いやでも本当これは涙本当出てきてこんなにそのやって達成感のあることができたのは本当みんなのおかげで、うん、すごいいい経験をすることができたな。子どもの成功体験ってその後どんな影響があるか分かんないですよ、うん、そうなんですよ、ね、大きいですよね。そうそう、でそうだからこういう活動っていうのが、うん、今後プロスキーヤーの方たちが今現役でバリバリやってくださってて、はい、でそこでなんですよ、結局この話っていうのはすごいたくさんもっといっぱいあるんですよ、面白い話が。ただここで話すとそのスノースポーツミーティングの話になってしまうんで、はい、これはまた別な時に福津さんが、はい、そうですね、はい、雪菊の話を別な人にスポーツミーティングの方でできてきたということなんですけど、はい、いい話がいっぱいあるとまた別の時に、ね、別の時にぜひよろしくお願いします。でもね、森脇さんこちらの委員長をされてらっしゃるということなんで、スノースポーツミーティングですね、はい、ね、本当になので、もうこの授業が大変好評で、やってる方たち、子どもたちはもちろんね喜んでくれたんで目に浮かぶんですけど、それを企画された方たちは本当にこれをやったことでやっぱりこれやろうよって、うん、すごくその気持ちを強くされたらしいんです。それぐらいもやってる側も子どもたちも、うん、大きく、ね、変化したということなんですよね。面白いし、またスキーの話が上に戻りましたけど、はい、ね、そうなんですよね。そう、スキーとか雪っていうのは北海道の資産なので、はい、これからもどんどんこういうスキーとか雪っていうのに関わりながら、うん、同時にその僕の得意分野の体を調子よくするとか、はい、体を痛めないようにするとか、はい、そうそう、雪かきの話、雪かき、そうだ、私 YouTube 見ましたよ。ありがとうございます。下に貼っときますね、 YouTube はね、ここです、ええ、下に貼っときますけど、そうなんですよ、雪かきの、そう、動画をちょうど新聞に取材していただいた時に、動画じゃないと分かりにくいんじゃないかと思って、なんとなしに1分ぐらいの動画にまとめたら、はい、それを紹介してくださる方がいろいろたくさんいて、はい、当時北海、その本州の方でちょうど大雪が降ったタイミングでもあって、で何気に作った1分の動画が20万人に見ていただきましてどんな動画ですか？雪かきの、スコップの持ち方はこうだっていう、こう持つんじゃなくてこう持ちなさい、こう持ってこう引くと背中が使えるから、うん、腕が疲れない、うん、で腰に負担がかかりにくいんですね、うん、詳しくは動画見てください。そうなんです、こうするといいんですコメントがつきまして、あれ腰落としすぎてるから、はい、腰のこの動きは腰に負担かかるから腰は固定した方がいいって書いてましたので、もっと専門家の方からコメントいただいてるんで、この動きをなしにしてこれだけで言ってください。あ、なるほど、股関節の回転です。これものすごいアクセスありました、見てみてくださいぜひ。こうじゃなくて、ちょっとしたことでね、体の使い方でなんかプロの方に見ていただくと自分の癖を直したり、もっと効率の良い動かし方っていうのを教えていただくことで生活がガラッと変わっちゃうっていう話が実はたくさん森脇さんお持ちですので、ぜひどっか痛い、もう半年も痛いからもうこの痛みと上手に付き合っていくわとか思わずに、諦めずに、諦めずに、ご相談いただきたいなというふうに思います。ちょっと痛みが治るだけでも全然生活変わっちゃいますよね。で、何もしてないんだったら、例えば特殊なプログラムだったりトレーニングがしてないんだったら、大体は不調っていいところまで変わりますから、完全に治るとは言わないにせよ、はい、何もしてないとか自分の我流でちょっとやってるっていうところの不調があったら、膝でも股関節でも腰でも首でも肩でも、なんか調子悪いんだよねっていうのがあったら言っていただければ、案外調子よくなるんで、ぜひ新骨に中央整骨院まで、はい、下の方に貼ってきます、お問い合わせいただければというふうに思います、はい、いやなんか本当にこう私も冬どっちかっていうと雪も寒い
ね、もう外出たくないとかって思う方ですけれども、うん、話を聞いてると逆にこのことをね、あの、札幌に生まれてる、人間の利点としてですね、はい、楽しんでいきたいなっていうふうに思いました。最高の北海道という、もう札幌という最高の冬に恵まれた環境なんで、うんうん、ぜひそれを少しでも知っていただければなと思います、ね、もっとスキーもしてほしいしね。はい、スキーもしてほしいです、うん、はい、ということで今日のゲストは新琴似中央整骨院健康運動指導士の森脇俊文さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。